はい、今日は12月22日第4日曜日になるので、今月4回目の日曜日が来ますね。日頃より現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に矯正を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進してまいります。おなじみの赤い車、ミヤリ版東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。車を変えて、この前の車よりね、少し座席の方が高いのでね、運転が楽に感じますね。と言いますのは、私は長年大型トラックで47都道府県を走り回っていましたから、上からね見る車に20年間そうですね、職業ドライバーをやってきましたので、少しでもね座席の高い車が運転しやすいんですね。まあこれは皆さんも一緒ではないかと思うんですが、ね、私はね、大きな車より小さい車の方が運転が下手なんですね。どうしてもね、小さい車ですとね、少しだけハンドルのね前に進むことはいいですが、バックするときにね、どうもハンドルをね、ちょっとだけ早く切るっていうね、そういう大型の感覚がね、どうしても体で覚えてるんですね。その反面、このスポーツでも何でもそうですね、体で覚える、頭で考えるよりも、ああ、こんばんは、ね、いつもありがとうございます。ね、体で考える、スポーツがそうですね。そしてスポーツをやっていた人は必ずね、老いてからも年取ってからでもね、ありがとうございます、必ずね、この体が覚えているんですね。ということはどういうことかと言いますと、私はね、皆さん遠い昔ですね、と言いますの、私が25、6歳ですね。ですから、昭和45、6年、この時分にね、流行ったスポーツがあるんですね。何かと言いますと、あのビリヤード、ね、ご覧になられた方は私の年代の方だと思うんですが、ポール・ニューマン、アメリカのポール・ニューマンが主演した、ね、ハスラーというね、お化けのハスラーではないですよ、ビリヤードのハスラーなんですね、玉突きなんですね。それも四つ玉、ビリヤードをねご存知の方は、四つ玉は白二つと赤玉二つですね。そして四つ玉は一点二点と勘定しますが、もう一つのゲームは15個のポケットビリヤードね、コーナーとサイドポケットに穴があって、そして6つの穴があって、玉は15個、1番から15番までね、番号が打ってあって、それを要するに三角のように立てね並べるんですね。こういうね三角のマスがあって、それに15個を入れてね、1,2,3,4,5,6 と並べる順番があるんですね。そういうゲームがあって、それをね、
1番からポケットに落としていくんですね。そしてこの全ての1番から15番まで足した数字は120点なんですね。この120点ゲームを取り合いをするんですね。そしてもう一つね、私たちが一番ねハマったのがナインボールね、若い人たち、今の人たちでもやっていとるはずなんですね。私もこのね長年ビリヤード場を覗いたことがないんですけどもね、このビリヤードだけは少し自慢できるんですね。私がねやってきたスポーツで本当にこのビリヤードだけは自慢できるんですね。と言いますのは、私がこのビリヤードにね熱中したそのきっかけが面白かったんですね。私はね言いましたように、職業ドライバーね、18から運送屋でね働いていました。トラックに乗ってね。そうしたところね、夜ねみんなで飲みに行こうね、難波に南にね飲みに行こうというね先輩ともね、運送屋の先輩と約束していたんですね。5人ほどで行こうと言ってね。そして小坂の 駅でね5時に待ち合わせしたわけなんですね。みんなで仕事が終わってね、あごめんなさい、7時に待ち合わせしたんですね。7時に小坂の駅のね切符売り場で集合だと言ってね。それからまだその時にはね、大阪の近鉄ですね、近畿日本鉄道近鉄と言いますね。このね近鉄沿線が生駒からね奈良県の西大寺生駒のね、そして奈良のあの奈良公園のところが終点なんですね。大阪から行くのは、そして大阪の方はどこが終点かという始発点かと言いますと上六だったんですね。そして上六からね千日前までは電車がありませんからね、歩いてね上六で降りて歩いて千日前までね難波南ですね遊びに行ってたんですね。そしてよく言われました、昔ねキャバレーっていうのがねたくさんあったんですね。お店に入ったらね女の子ね、女の子というよりも当然私たちはね20歳21、22歳ですから、お店に行ったらねほとんどねお店に寄ったら年上の人が多いんですね。言ったら我々はね20歳から23、24歳の先輩と一緒に行ってもね、その時にねキャバレーあってね、そのキャバレーに遊びに行く時にね、なんと8時までに入ったらね割引券あったんですね。確かね600円ではなかったかなって思うんですね。そういう時にね、昔の人はご存じのようにワンセットね600円ね、そのチケットを持って行ったらね1時間ぐらい600円でビールがついて遊べるというのでね、みんな帰りにそれね女の子からね帰りしなそれチケットをもらうんですね。それがあるから8時までに入らなかったらね600円のところがね1600円ね2000円取られるわけなんですね。ですからそれを行くためにね7時に、土曜日の夜7時にね小坂で待ち合わせしていました。ところがね一人だけね来ないんですよ。我々は先輩の2つ上の先輩がね、もう7時になる、なぜならばね7時の電車にね7時過ぎの電車に乗らないとね近鉄の電車乗って上六からね歩きますから千日前でまでね8時に入れないんですよ。ね。なかなか来ないので、
ね、みんなで、あいつ来ないのは、ね、あの先輩来ないのは、この小坂の前のね、30メーターほど行ったところのビリヤードによるはずだと。ね、ビリヤードに絶対おるはずやから、ね、それを呼びに行っていこうと言って、ね、4人で呼びに行ったんですよ。ね、図星いてました。ね、そしてね、行ったら本当にね、台が、その卓球台がね、四つ玉の台が一卓と、ね、あとはポケットの台がね、五卓、六台、ね、台があって、いっぱい満員でした。そのビリヤードのね、入った一番手前のね、ポケットビリヤードですね。そのナインボールっていうのを、その先輩がね、4人のね、メンバーでやっていたわけなんですね。そうした時にね、当時ね、その1点に対してね、50円、ね、1点50円で、要するにかけるわけなんですね。それを4人で、ね、ナインボールを順番にね、ついて、4人でやっていたわけなんですね。その時に、その先輩はね、なかなかビリヤードではね、達者なね、部類で、東大阪でもね、もうある程度、名前がね、通っていた。ね、その先輩が4人の中でやっていて、ちょっと負けていたんですね。勝っていたら、麻雀でもそうですね。負けていたら、ね、もう一回って言います。ビリヤードでも、ね、お金をかけていますから、もう一回と言ってね、どうも、伸びていたみたいなんですね。そうしたところに、ね、私たち待ち合わせした4人が行って、ね、先輩、もう時間やで、と。ね、もう今から行かないと、このチケットね、600円のチケット、無駄になるで、と。言ったところが、ね、我々はビリヤードに入って、やったことがありませんから、ね、そんな、玉ついてどこが面白いんやとこう揶揄したわけなんですね。そうしたらね、その先輩曰くな、そう言うけどもこれ難しいんやでとこう言われたんですね。そうしたところに、そこはね、一人の年老いたね、マスターが一人でね、管理ね、されていてね、四つ玉というのがね、一台空いていましたからね、ほんまにそんなに難しいもんかなと思ってね、球ですね、玉をつく棒ね、あれを球って言うだね、言いますね。それを一つ借りてね、白いね、大きな玉ですね、ナインボールねは一回りちっちゃいですね、大きな白い玉と赤玉とね、よく並べてね、こんなね、白赤と当てるんだよと言われて、ね、球を借りて、ついてみたところがね、まっすぐつけなかったんですね、最初から。ね、これが私がビリヤードに熱中した取っかかりの出来事だったんですね。当然その日は、ね、仕方なく、もう今日やめとこうということで、ね、一回、我々素人なんで、ね、最初からね、ナインボールと、そういうね、ポケットは無理だということで、四つ玉、ね、白赤。これからね、四人でしたから、四人、それを借りてね、そこのマスターに、ね、球の持ち方、ね、レストの作り方、これをね、手取り足取りって言いますね、教えてもらったんですね。さあ、それから、ね、この先輩が、ね、先輩の連中がやってるとこ見たらね、むちゃくちゃうまいんですね。要するに、あのポケットナインボールをね、一人で見ていたらね、すべて取り切るんですね。1番から9番までのね、そのボール、ナインボールを1から順番にね、すべて落としていくんですよ。ね。さあ、それからね、まあ、
大阪に帰ってきて夜休みになったらね、そのビリヤードに行ってね、その四つ玉を熱中して練習するようになったんですね。本当にね、私のような一本木のね人間にとってはね、集中力ね、この集中力が一番大事なゲームであるということがね分かったんですね。そして暇さえあったらね、ビリヤードへ行くようになって、私はその自分ね、22、23、25までね、一切麻雀ね、賭け事一切しなかったんですね。そしてそのビリヤードに熱中してね、夜になったら、そして土曜日になったらね、もう徹夜なんですよ。ね、大阪に寄ってお家に帰ったら、そのビリヤードに行って、その自分にね、もう先輩らはね、1個50円、ね、1点50円ですね、かけて、要するに、奇数をね、ナインボールっていうのは1、3、5、7、9ね、みな入れてもね、1点なんですね。ナインボールだけが2点ですから、1、3、5、7、9、6点になるんですね。ところがサイド、両サイドの真ん中の両サイドのポケットに入れたら点数が倍になるわけなんですね。つまりナインボールをね、このサイドのポケットに入れたい4点になるんですね。ということはね、この一人で取り切ったら、そのナインボールをね、サイドに入れて、他のボールは全部コーナーのポケットに入れても1、3、5、7ね、これで4点にサイドへ取った8点なんですね。そうした場合に一人でそれを8点取り切った時に、4人対象ですからね、400円ね、3人から400円ずつもらえるわけなんですね。そういうね、ビリヤードのね、お金をかけてやるようになってね、私が3ヶ月間ね、ほとんど練習に練習を繰り返して、ようやくね、球のね、当て方ね、そして力加減を覚えてね、ようやくそれから、それまでは四つ玉を3ヶ月間みっちり練習してからポケットビリヤードに変わったんですね。そして毎日ね、この15個のね、玉を1からポケットを入れる練習をしていったんですね。当然まだ欠けるような腕ではありませんからね、メンバーと一緒、同じぐらいのメンバーと一緒になってね、要するに1から順番にポケットを入れていく、15までね、そして点数を変えていくとね、こういうゲームにね、1年ぐらいね、没頭していったんですね。そしてだん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 、当然好きこそものの上手なれと言ってね、私も3年経ったらね、本当にね、真剣にやっていましたから、お金かけてなくてもね、そして3年経ったぐらいからね、メンバーと1点10円かけようとね、最初はね、そこのマスターですね、年いったマスターでもね、当然ビリヤード経営者ですからうまいんですよね。そのマスターと相手にね、1点ね、10円でそういうのを教えてもらって、必死になってね、1時間確かね、その当時で1時間ね、確かね、40円ぐらいではなかったのかなと思うんですね。貸したくといってね、麻雀と一緒ですね。1時間そのビリヤードの台を借りる。ね、40円、1時間ですよ。そしてそのような練習を積んでね、3年ぐらい経ったら、ね、ようやくそのビリヤードのね、ナインボールっていうのを覚えてきましたね。さあ、それからね、本当にね、没頭しました。ね、私がトラックね、運転手としてトラックを降りるまで、ね、ほとんど
休み土曜日の晩になるとね、大阪に帰っていたらビリヤード場へ行ってね、普通の日もね、夜帰るのがね、だいたい7時か8時ですから、それからね、食事して風呂に入って、それから9時ぐらいに行って、土曜日になったらもう徹夜なんですよ。あくる日のね、日曜日の夜8時ぐらいまでね、若かったですが没頭していたんですね。そしてね、いろんな大会があるんですね。あのポール・ニューマンの映画でもそうですね、お金をかけてやるのでね。そしてね、大阪のね、機械、その台ですね、台の作るメーカーね、会社があるんですね。日玉会館っていうのがね、吹田にありましてね、今あると思うんですけどもね、もう私のね、そうして頑張って練習した頃にはね、日玉会館ってね、あの中央御堂筋線の江坂の駅の近くにあったんですね。ここでね、日本に呼んでね、世界大会が行われたんですね。その時ね、ル・ビューテイラーっていうね、アメリカの名人と言われたね、選手が来たんですね。見に行きましたよ。ね、その時のね、観戦券がね、確かね、1000円ぐらいではなかったかなと思うんですね。本当にね、見ていてね、素晴らしいんですね。あの映画でありましたね。ね、まあ映画をご覧になられる方はね、分かっておられると思いますが、あのル・ビューテイラー、今でも忘れませんね。本当にね、すごかったんですね。そして、私が東大阪の御厨に住んでいましたから、その時にね、パチンコ屋さんができて、その上にね、大きなね、本当にパチンコ屋の2階ですからね、ビリヤード場ができたんですね。そしてパチンコ屋のホールの上ですから、むちゃくちゃ広いんですね。そこが全てビリヤードの台が置かれたわけなんですね。もう歩いて、うちのね、住んでいたところより八重の里駅の前ですから、もう2分か3分なんですね。そして私は没頭しましたから、いつもそこでね、練習するようになった時にね、今は亡くなったと聞いておりますがね、桜本守っていうね、日本でもね、有名な関西のね、プロがおられたんですね。この人ね、全日本の大会でね、何回もそのローテーションでね、優勝されている人だったんですね。そして桜本守さんね、そして田中っていうね、二人のプロがね、毎週2回ね、交代で指導に来られていたんですね。そのプロにね、講義を受けて、そしていろんなね、球のね、取り方とかを教わってね、だん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 私もね、自信がついてきました。ね、そしてね、2年ほどしてね、私が始めて5年ぐらいですかね、このパチンコ屋のオーナーがまたまたビリヤードが好きでね、この八重の里会館の2階でね、20代からね、ありますから、ビリヤードのね、その台が、そこでね、大阪大会っていうのが行われたんですね。そこにはね、この八重の里のね、練習していますね、東大阪の連中もよく来ていましたから、その中からプロに混じってね、混合で推薦枠で2人だけね、素人も一緒にできるね、要するに日本全日本のね、選手権なんですね、代表できて。その頃ね、ポケットのプロっていうのがね、一番この流行っていたのが大阪だったらしいんですね。そして大阪からね、そのポケットビリヤードのプロがね、多く誕生して、日本全国でね、ポケットビリヤードが普及していったんですね。そしてあのハスラーという映画ね、
あれがね、放映されてから、なおさらそのポケットね、ビリヤードがね、ブームとなってきたんですね。そうしたところに、その大会ありました。ね、その時には、私もね、当然、プロとやりますから、負けましたわね、一回戦で。それが終わってね、また、一年後に、今度はね、このビリヤードを経営されているパチンコ屋のね、店主が、八重の里会館杯っていうのをね、やるということで、この関西にね、全部関西のね、選手を集めて、ね、やったんですね。そうしたところに、何を間違ったのかね、私は一回戦で負けました。ね、ところが、敗者復活、当然プロも一緒ですよ。ね、確か60人ぐらいで試合が行われたと思うんですがね。そして私は1回戦で負けました。ね、この負けた中から敗者復活戦が行われて、その敗者復活で私は勝ち上がってきたわけなんですね。そして最後の決勝まで残ってね、ついにその八重の里会館のね、大会においてね、優勝したんですよ。ね、ほんまかいなと思われるでしょ。さあ、私のね、その本当のね、言葉だけではない、その体で覚えているって言いましたね。私のこの指を見てください。ね、この指の中指、この膨らんでるでしょ？真ん中のこの中指がちょっと異常でしょ？ね、右の見せましょうか。右の真ん中の指は一緒ですね。同じようなもんですね。ところがなぜか、この左のここのね、指が膨らんでいるでしょ。これはね、毎日ね、ビリヤードのね、あの球をね、このようにしてね、皆さんね、ご存知の方はね、必ずこういうような形でね、レストを組まれると思うんですね。この中に球をこうしてね、入れるわけなんですね。こうですね。ここへ棒が入るわけなんですね。そして常にこの中指とね、親指で人差し指の先を固定するわけなんですね。こうして。このように何か障子にあった昔、狐のね、影絵を作ったような形ですね。ところが、これね、この人差し指が絶対にぶれないようにね、このようにして挟み込むんですね。そして毎日毎日これね、親指で押さえていますから、このね、この見てください。このね、中指のこのね、ちょうどね、この指のところがね、大きくなっているでしょ？ね、こちらは普通ですね、この右手は。ところが左で、いつもレストを作って、ね、20年ぐらいですよ。20年間ぐらいね、ビリヤードに凝っていましたから、ね、このようなね、体で覚えることはね、おそらく、今、ビリヤードに行っても、ね、うちの家内とね、2年ぐらい前ですかね、近くにね、中新海というところにね、夜だけやっているね、ビリヤード場があって、ね、一回、ね、夫婦で覗きました。ね、その時に、私はそこにね、立ててある球を借りてね、今でしたらね、1時間ね、いくら600円か、ね、700円だったんじゃないですかね。1時間だけ遊んでみました。ね、よく言いますね。昔取った絹塚って言いますね。やっぱり体は覚えていました。ね。おそらく今でも、ビリヤード場に行ったらね、この、ね、レストがきちっとしているためにね、姿勢もね、20年間も同じことをやってきましたから、ね、一番ね、このゴルフでもそうですね、この形、姿勢ですね、ビリヤードは球を突く時の姿勢、ね、その感覚、ね、
そのようなことをね、20年間毎日やってきて覚えてね、本当にね、面白かったなというね、実感がありましたね。そしてそのトロフィーね、八重の里会館で優勝した時のね、トロフィーね、まだ何にもね、そういう商品の時にテレビなんかね、ものすごく高かった時にね、14インチですね、今はもう見ることがありませんね、14インチのテレビ優勝商品としてね、もらって、そして東電八重の里寛解杯ですから、1メーターぐらいのね、パチンコ屋の社長ですから、立派なね、トロフィーね、一番上にはね、ビリヤードのね、球を持った形でね、人物がね、球を構えているところのね、そのような一番上にね、1メーターぐらいのそのトロフィーの上にね、その形が乗っていた。ね、そのトロフィーにね、優勝して、第1回優勝者っていうのをね、書いて私の名前ね、彫ったものを私はもらったんですね。まあ、そのうち引っ越しして辞めてね、そのトロフィー、どこかに行ったかわかりませんけどね、この前ね、倉庫にね、やっとる何回も引っ越しましたが、あの筒に入っていたね、あれを見ていたらね、ありましたね。第1回ポケットビリヤード八重の里会館杯、ね、優勝っていうのね、本当にね、若い時のね、体で覚えたビリヤード。ね、皆さん、ね、今、またね、ビリヤード第3次のね、ブーム。一時ね、プールバー。ね、今からそうでね、それでも20年、いや30年ぐらい前ですかね。私がそれにハマったのが45年ぐらい前ですから。ね、そして第2回目のね、ビリヤードブームがあって、ああいうのはボーリングと一緒で、ね、ボーリング場に必ず時間待ちの時にビリヤードを置いていた。ほとんどそうだったと思うんですね。ところが、ビリヤード場だけで、ね、経営されているところは本当にね、町中にあったと思うんですね。今そうね、ビリヤードもあまりね、数を見なくなりましたね。やっぱり今でもね、やってるんだと思うんですがね、ああ、たまに行きたいなと思ってもね、ああいうところはゴルフと一緒で、ね、一回入ったらね、熱中しますね。麻雀でもそうですね。熱中したら、私が麻雀を覚えたのはね、その20年ほどビリヤードをやって、ね、そしてビリヤードが、ね、あまり、ね、時間ないと、熱中しますからね。やって、遊んでいる時に、ね、また友達を呼びに行った時にね、その麻雀やっていたね、それを覚えてね、この私は麻雀は知っていますけども、麻雀歴はね、本当ね、5、6年しかありませんね。そういうね、体で覚えたスポーツ。ね。ですから、この車、小さい車でね、やっても、頭で感じる、あ、危ないと、ね、思うときにはね、足の方がね、ブレーキ、アクセルからブレーキへね、すぐ、ね、勝手に体が動くって言いますか。ね。スポーツをやってした人そうですね。野球でも、ね、さまざまな、そういうね、体で覚えるもの、テニスでも、ね、そうですね。体で覚えるものはね、頭で考えるよりも、ね、いち早く体が覚えているから、ね、動くんですね。そして、長年車へね、乗ってきた人は、ね、当然今はね、ノークラで、ね、遅延時がありませんから、今の免許などはね、要するに、遅延時がない免許がね、あって、それに乗る人は、あの遅延時のある車ね、うちの息子はそうなんですね。免許は持っているが、長いこと乗っていないので、その遅延時のね、ある車にね、乗ることができないって言うんですね。要するに、免許は遅延時で取ってね、長年ね、15年もそういうのに乗ったことがない。乗るのはね、ノークラ、チェンジのない車だけですから、ね、
軽油のトラックにねちょっと乗ってもそのねうまいことねチェンジを入れてアクセルとねチェンジのねクラッチのね外したり切ったりすることがねできない。だからその車の操作をすることができないね。あのね私たちの時代はね大型トラックはね今のような10トン車とかねなかったんですよ。最高のトラックでね6トン、イスズの6トンね6トン車しかなかったんですね。そしてねこの6トン車でもね12トンぐらい積むんですよ。倍ぐらい積むんですね。今はねそういうことしたら全て違反ですから。しかし今からね40年50年前ですとねイスズの6トンにね8トン10トン積んでねみんなそれがね走っていたんですよ、ね、ところが坂道で止まりますね。ちょっと坂道で荷物はね倍から積んでいる、ね、さあその坂道で止まってよくサイド合わせっていうのをね自動車学校なんかでやられるらしいんですね。私は自動車学校に行ってませんからね飛び込みでねあの門間の試験場に行ってねその大型免許を取ってきていますから、そのサイド合わせ上り坂でね今の車はいいですね。ノークラッチは坂で止まろうが何しようがねブレーキを踏んでねブレーキから足を離しても後ろへ下がることはありませんね。しかし、遅延時の大型トラックなんかですと、ね、当然、後ろへクラッチを踏んでブレーキを足離したらね、後ろへ下がるわけなんですよ。荷物をね、積んでいなかったらそうでもないですよ。ね、クラッチ踏んで、サイドをね、引きながら遅延時を入れて、サイドを下ろしていくね。クラッチを、アクセルを踏みながらクラッチを離していく。そしてサイド合わせで坂を登る。しかし、ね、倍からの6トン車に10トンの荷物を積んでいてサイド合わせの時にはね、どうしてね、発進するかといったら、そのままサイドをね、サイドブレーキを引いて、ブレーキから足を離した途端にね、クラッチを外しますね、離しますね。エンジンを吹かせながら。ところが、サイドを下ろしても前に進まないんですよ。なぜならば倍ぐらいの荷物を積んでいますからね。こういう時のね技術がいったんですね。どうするかといったらね、つま先右の足をね斜めにつま先でブレーキを踏んでかかとでアクセルを踏んでいるわけなんですね。車のね、運転手なら今の運転手さんなんかねおそらくそういうことはされていないと思うんですね。我々が50年前の大型トラックに乗るときにね倍の6トン車に10トンの荷物を積んで上り坂で一回止まってしまったらねブレーキから足を離すいうことが不可能なんですね。なぜ離したらね後ろへ下がるわけなんですよね。トラックが。それを下げないためのね、要するに技術がいるんですね。つま先、右足のつま先でブレーキを踏んでいますね。そしてかかとでね、アクセル踏んでるんですよ。そして左足でクラッチを踏んでいますね。そして右手でチェンジを入れてからサイドをね、下ろしていく。アクセルを吹かす。ブレーキを離す。さあどうですか。この技術なんですよ。ね。昔のトラックのドライバーっていうのは、ね。そういうブレーキとアクセルの踏み方、ね。いつも私がね、言うのは、私は自分から事故を起こしたことはね、一度もありません。ね。しかし、事故に遭ったことは、平成3年のね、5月の9日に、ね、大事故に遭いました。ね。しかし、
この体が覚えてる先ほどに運転していく、そういう技術が ね、やったために、今でもこういう車にね、毎日、ね、車乗っています。72歳で、ね、毎日車乗っていますけども、ね、この車の動作、ね、運転手、女性ドライバーの方、ね、そしてよく言われますね、サラリーマンが車を持って、ね、土日に家族と、ね、出かけておられて、ね、日曜ドライバーと言われますね。こういう人たちの、ね、危険の察知の仕方と、ね、私のような、ね、18歳から20数年間ね、大型トラックに毎日乗っていって、そういうね、技術、車はね、走るのはね、一番簡単なんですよ。ね。前に走れせるのは一番簡単なんですよ。ところが、止めるのが一番難しいんですね。今、私は自動車学校にいたことがないですから、ね。どのように教えているかわかりませんけども、まずね、車に乗るときにはね、止め方から教えなければならない。これが一番なんですね。見てください。よくね、小学生がね、お父さんの車に乗って、ね、チェンジを入れたら、勝手に走りますね。何回かありますね、ニュースになったことが。ね。小学生や、ね、中学生の子が、ね、車、チェンジ入れたら勝手に車動いて前に進む。しかし、止め方が、ね、幼稚園の子でも、チェンジ入れたら車はまっすぐ前に走りますね。しかし、止め方、これは大人でも、ね、必ず車というのは止め方があるんですよ。ね、この止め方、ね、急に、ね、当然、暴走族、ね、今でこそ暴走族言いますね。昔はね、サーキット族って言ってんだんですね。私が二十歳自分ね、18、ね、二十歳自分はね、今からですから50年前ですね、サーキット族、ね、要するに乗用車を持っているね、連中は、ね、昭和45年ぐらいですね、阪神高速ができて、中央環状線が、あの万国博覧会ができた時に、ね、中央環状線、大阪の中央環状線も、吹田の万博会場に行くように整備されたんですね。その頃にできたのが、ね、新幹線、ね、オリンピックの時に39年に新幹線が開通して、ね、そして万博の時に、ね、大阪の中央環状線の阪神高速ができて、ね、この道路の中央環状線というのも、ね、あの豊中の方へ行くように大きなね、道幅の道路が完成したわけなんですね。そのようにしてね、私たちの昔のドライバーとね、今のドライバー、ね、この前ね、本当にね、大型のトレーラーのね、トラックの運転席をね、見せていただいたんですけどね、本当にね、むちゃくちゃ綺麗ですね。これが我々乗っていた時のね、大型のトラックの運転席かな。ね、今のね、大型トラックの新車のね、中の景気類を見たらね、そしてね、チェンジ、ね、横にある我々の時にはね、要するに、こういうね、ダルマチェンジといってね、ちょうど左のね、足のね、助手席との間からね、棒でね、丸いチェンジが出ていて、来て、そしてね、ロートを入れるのには向こうまでずっと体をね、押して入れるようなね、ダルマチェンジだったんですね。そういうね、懐かしいね、運転。今のね、大型トラックのね、車の
設備をね、装備を見たらね、本当に羨ましいなというぐらいの立派な車ですね、今の車は。その代わりにね、私がね、一番18から行った会社はね、今でもね、よく社長には可愛がっていただいてますけどもね、ここの会社はね、運転手たるものね、車に乗ってエンジンの音でどこが悪いっていうのをね、体感できるようになるように、日曜日の日はね、必ず一月に一回出てね、自分の車のオイルの交換ね、そしてブレーキが悪かったらね、ブレーキがすり減ってね、利きが悪かったらブレーキ調整ね、ほとんどのね、修理をね、その運転手同士でね、エンジンカバーを開けて、ジーゼルエンジンですね、ジーゼルエンジンでのね、専門用語です言いますとね、タペット売っているね、要するにガソリン車と違いますから、ピストンみたいなのついてるわけですね。この打つね、あれがなかったら黒い煙完全燃焼しないとね、カバーを開けるんですね、ガスケットを開けるんですね、そして修理をしていたね。ですからその車のね、音でね、必ずどこが悪いと、自分の愛車ですから、毎日乗っている車ね、どこが悪い、ブレーキがちょっと悪いなと、利きが悪いなと思ったら、自分で全て車の下へ潜ってね、ブレーキ調整やっていたんですね。こういうね、やっぱり若い時に車のね、その修理のやり方、そしてエンジンの音、今の車はね、もう私ではできませんよ。ね、昔にエンジンの、今でもエンジンの音ね、聞いたら、あ、どこが悪いな、ね、だいたいこれおかしな音がするな、いうのはすぐわかりますね。そういうね、形の体で覚える様々なことね、そしてこれからね、年末になりますね、車でね、遠くへ帰って行かれるね、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんね、待っておられる田舎へね、その思い出でも、今はいいですね、高速道路ができてね、パーキングができてね、それこそね、昔話になりますね。九州へ帰るには2号線か9号線かないんで、なかったんですね。9号線は日本海の方ですね。要するに京都からね、京都のね、あの堀川からね、国道1号線と9号線出ていますね。9号線がね、福知山を通ってずっとね、日本海側をね、鳥取を通って岡山鳥取を通ってね、取って島根へ行って、そして福岡へ行きますね。そして国道2号線は大阪の梅田からね、そのままずっとね、一本道でね、九州へ入りますね。こういうところをね、正月何時間かけてね、帰ったと思いますかね。私と同じ年代の人がね、大阪から今車にで帰ろうと思ったらね、本当に早いですね。パーキングで休憩しながら帰ってもね、9時間宮崎県までね、行く都の城まで帰るのにね、だいたい9時間ぐらいでね、普通に走って帰り着くんじゃないかなと思うんですね。ところが当時のね、昭和42年45年ぐらいのね、時の2号線九州まで帰ると思ったらね、18時間27時間ですよ。それぐらいね、車にね、寿司詰めで缶詰めでね、みんな家族をね、乗して帰って、そのね、18時間から20時間かけてね、九州まで帰っていたんですね。そういうね、本当にね、今の時代ね、我々が小学ね、5、6年の時に社会科の本に、ビルとビルの間をね、高速道路が走っているね、そういう絵を持ってね、未来の都市、未来の街っていうのがありましたね。さあ、その通りになって
今ね、アメリカがね、世界がね、宇宙軍ね、戦争にだん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 行ってるじゃないかな。今日もね、北朝鮮のね、あのね、国がアメリカに対してね、威嚇するようなことをね、発表しているね、冷静になってみたらね、我々から見たらね、ほとんどの情報機関がオープンですから、北朝鮮ね、あのアメリカにね、対抗してね、誰が持っても勝てるはずがないね、そう思いますね。しかしアメリカがね、もし北朝鮮と戦争して北朝鮮を潰すようなことになったら大変なことが起こるわけなんですね。それをあのキム・ジョンウンっていうね、人物は知っているわけなんですね。なぜかと言ったらね、要するにミサイル原子爆弾をね、作っているね、持っているね、このイラクがそうでしたね。イラクのね、フセイン大統領ね、あのブッシュの時にね、核を持っている、ミサイルを持っているところがありませんでしたね。持っていないからね、そう攻撃したんですね。持っていたらできないっていう懸念があるんですね。ところが北朝鮮という国は情報を国民に密封していますからね、ほとんどの国民はね、よその国のね、例えばアメリカやフランスやね、ロシア、ね、中国のその核の恐ろしさっていうのをね、知らないわけなんですね。ところが私たち日本人、日本国はね、世界で随一一カ国しかないね、被爆体験者なんですね。この議論はね、様々な議論されますね。しかしね、あの北朝鮮とアメリカがもし北朝鮮に処罰するとなればね、後が大変なんですよ。ね、だから韓国のね、境界線を持つ韓国、中国、ね、ロシア、ね、核を持っていたらね、なかなか攻撃できないっていう部分があるんですね。なぜならば近隣諸国ね、その核施設を空爆した場合にね、大変なことが起こるわけなんですね。それを知っていてね、だからイランでもそうですね、様々なところがね、開発して核を持とうとしていますね。その核の恐ろしさを一番知っているのが私たち日本人なんですね。ですからよく言われるね、その核の恐ろしさね、そしてその核でフル装備をね、する危険性としない危険性、どちらが大きいと思われますかね。私たち日本の国はね、ミサイル3発で日本は沈没させられるって言われているんですね。なぜならばね、原子力発電所ね、あの福島のね、大事故ね、あれがあってね、どれほどの国民がね、今でも大変な災害にあったね、ああいうことが今度は人的で行われる、戦闘というのは人的ですからね、行われた場合に、
防ぎようがないんですね。すべてのミサイル、北朝鮮がね、持っているミサイル、ね、中国が持っているミサイルで攻撃された場合には、ね、どのようにしても、ね、防ぎようがない場合に遭遇するんですね。そうした場合にね、今の戦争と、ね、私たちのね、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんが体験した戦争とは、その数段違う戦争になってしまうわけなんですね。ですからね、この戦争とね、自分たちが置かれているね、この自由とね、平和な国、日本国、今ね、政治行政、注目する時が来ているんではありませんかね。家族で自分たちの国のこと、子や孫のこと、ね、さまざまなね、面白いことで、ね、娯楽に走るのもいいですよ。しかし、当娯楽があったらね、そのうちの一つぐらいは、ね、家族で今の日本国のことについて、ね、そして未来について、自分たちの子供のことについて、ね、考える時が来ているように思われますね。ですから、家庭団らんで物事を考える時には、ね、まず、ニュースを見ること、新聞を読むこと、そして歴史本を読むことなんですね。少しだけですよ。ね、その少し、ね、のことを始めたら、だん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 興味を持っていくわけなんですね。皆さんそれぞれ趣味っていうのがありますね。その趣味の中でも大事にするためには、ね、今の自分たちの国、そして自分たちを取り巻く、ね、私たちの国の政治家、ね、これをね、ちょっとだけ知ることによってね、私がいつも言いますように、天災地災はね、忘れた頃にやってくる。しかし、人災は、私たち国民、市民一人一人に、毎日人災は、周りにあることをね、忘れてはなりません。これを私はね、訴えているわけなんですね。ですからね、自分たちの家族、ね、あの戦争の時にね、すべての国民、ね、そして私たちをね、国民を守って、お父さんお母さん、国のためにね、参加された人たち、ね、そして負傷された人でも、全国のね、皆さんの選別もね、400-500万人なんですね。400万人の人たちがね、犠牲になられた。ね、370何万人の方々がね、犠牲になられたと言われていますね。しかしこの370万人、例えば400万人としましょうか。ね、400万人ということは、ね、その戦没者の方々一人おられたとしたら、家族には必ずね、親戚、お父さんの兄弟、おじいちゃんの兄弟、おばあちゃんの兄弟、お父さん、お母さんの兄弟、ね、自分から取ったら、いとこ、はとこ、ね、おじおば、ね、そういう人がいる中で、誰か一人亡くなったら、皆さん、その悲しみに、そう、現代もそうですね、葬式も一緒ですね。今、ね、そういう身内で、ね、一人の方が亡くなったら、多くの人たちは悲しむ。ね。それがあの戦争で、ね、400万人の人が亡くなったら、全国の、ね、国民が悲しみに暮れた。これを忘れてはならないんですね。さあ、今日はね、体で覚えておることから、ね、政治の話になってまいりましたが、またね、悪性不正を調査して、明日もまたその報告をさせていただきましょう。こんばんは、ご清聴本当にありがとうございました。おやすみなさい。